アンリ・ユベールは、フランスの考古学者、比較宗教社会学者。ケルト人に関する研究や、マルセル・モースや、その他、デュルケーム学派の構成員との共同研究で知られる。ユベールは、パリで生まれ育ち、リセル・イコール・ルイ・コール・グランに入学した。学校の牧師、アッペ・クエンティンに影響を受け、宗教に関する関心、特に、 アッシリア人の間の宗教の関心を覚えた。その後高等師範学校に入学し、キリスト教師を研究し始めた。東方正教会や東ローマ帝国、製造破壊運動の研究の後、1895年に歴史を研究した。ユベールの博士論文は小アジアの起源前の宗教を対象にするものであった。ユベールは、 多くのフランスの学者とは異なり、卒業後に教育よりも研究を重視した。1898年、高等研究実習院に在籍し、国立考古学博物館にも席を置いた。当時、ユベールは、ケルト人の歴史と文化に関する興味、関心が大きかった。同1898年、マルセルモースと親しい仲となり、 エミール・デュール・ケームの創刊した雑誌社会学年報の寄稿者、協力者となり、最終的に社会学年報の宗教学部門の責任者となることとなる。その後、ユベールとモースは共同研究を行い、1899年の区議や1904年の呪術に関する一般理論の概要を刊行した。1906年、ユベールは、 高等研究実習院で研究者となり、囲碁島で高等研究実習院に泊まることとなる。民族学的手法を用いて、ヨーロッパの原始社会を教えていた、エコール・ジュルーバーにも在籍していた。20年間にわたり、ユベールは、アジアとケルトに関する著書を刊行した。1917年のデュルケムの死はユベールにとって、大きく、 また1924年の出産の際の妻の死も大きくこらえた。恩師や妻との死別の後、1927年にユベールは亡くなった。ありがとうございます。